ローマ賞、ローマ賞、フランス語、プリデロメは、芸術を専攻する学生に対して、フランス国家が授与した、小学金付留学制度である。1663年、ルイ14世によって創設され、1968年、廃止されるまで継続した。1663年創設当初のローマ賞では、建築、絵画、彫刻、版画の各賞が設けられ、 王立アカデミーの審査により優秀者が選出された。このうち、第1党、第2党受賞者が、コルベールにより、ローマ・ボルゲーゼ庭園内のメディチ層に設立された、ザイ・ローマ・フランスアカデミーに送られ、彼らはそこで、一定期間イタリア芸術勉学の便を得た。1803年の制度改革により、芸術アカデミー会員の審査という形式が確立し、また、音楽賞が追加された。 制度が確立した19世紀にあって、ローマ賞は、各部門若手芸術家の登竜門として機能した。しかし、終身会員であるアカデミー会員がその出身分野を問わず、全部門賞審査の投票権を持つことから、古い世代に属する彼らの審査基準が、保守的であり、新規な芸術傾向に対して、過度に敵対的であることへの批判、建築、絵画、音楽など、 他の芸術分野の審査を行えるのだろうかとの疑問、あるいは審査員は相手氏を優遇しているのではないかとの疑惑がたびたび提起された。受賞者中にはもちろん高生命を成した芸術家も多いが必ずしも体制したものばかりでないこと。一方で絵画部門でのドラクロはマネ、ドが作曲部門でラベルなどローマ賞にたびたび挑戦するも認められなかったが、 後に名声を得た芸術家も多いことがこうした権威批判を裏付けている。フランスにおける反権威主義運動の頂点となった1968年のいわゆる5月革命後、ローマ賞はアンドレ・マルロー文化大臣により廃止されたが、1971年からは奨学金給付制の線という形で半ば復活しており、この奨学金給付制も ローマ賞受賞者と呼ばれることが多い。現在、旧不正は18ヶ月、ないし2年間メディチ層への滞在が認められる。ただし現在の運営主体は、芸術アカデミーでなく、フランス文化賞管轄下の法人組織として、財政上の独立性を担保された、在ローマフランスアカデミーである。音楽賞は1803年に追加され、第1次及び第2次世界大戦による2度の中断。 1915年から1918年、1940年から1941年を除けば毎年開催された。音楽賞応募者は30歳以下でなければならないとされた。予選段階は応募者が学理を理解しているかどうかを審査する場とされ、大法、火星法及び風画の課題が設けられた。本選は応募者が芸術としての音楽を 体得しているかを審査するとされた。予選通過者には4ないし5週間が与えられ、パリ音楽院の教授陣によって、あらかじめ指定されたテクストに一声あるいは、多性の歌唱、及びオーケストラによる曲をつけることが課題とされた。本選参加者の作品はまず、パリ音楽院教授陣による予備審査を経た後、芸術アカデミー会員の総員による投票で順位が決定された。 第一等受賞者は2年間、第二等受賞者はそれより短期間をローマメディキーで過ごし、毎年一作以上の大作の作曲を行うことが要請された。政府による経済支援は、このローマ留学期間より長期、典型的には5年間にわたったため、その後、受賞者はフランスに帰国あるいはドイツに留学することが可能であった。受賞者の他の特典としては、 作品発表機会の保障、各地への旅行費用補助、兵役免除、及びパリ市内各文化施設の無料での利用権などがあった。エクトル・ベルリオーズは数回の落選の後、1830年に第一等を受賞しているが、彼はこの賞の審査システム、とりわけ最終審査が非専門家である芸術アカデミー会員により行われるという点を問題にした。 最初の一人であった。最終投票を行う四十名中、音楽関係者はわずか五名だったのである。モーリス・ラベルは1900年から1905年にかけて、敬語会ローマ賞に応募したが、最後まで、第一党を受賞することはできなかった。もっとも俗説に言う、彼は、ローマ賞から完全に締め出しを食らったは正確ではなく、1901年に、 第二等辞席を受賞、この年の第三位に相当しているのが3位である。それでも三十歳という年齢制限のため最後の応募となった1905年にラベルが第一等を一したとき、それは大きな波紋を呼び、最終的にはパリ音楽院委長テオドール・ディボアの辞職、ガブリエル・ホーレの公認就任と音楽院大改革へと繋がったのである。 受賞者の自筆による提出楽譜はかつてはパリ音楽院に現在ではフランス国立図書館に収蔵されている。音楽に関するローマ賞は1968年の廃止後若手作曲家のためのメディチ層滞在制度に変更され毎年幾人かの若手作曲家を滞在させている。この制度を利用したジェラール・グリゼート・トリスタン・ミューライ・ユがジャチント・シェル氏の 自宅へ押し寄せた後に、スペクトル学派の発端になったという。フランスの建築において、ローマ大賞の制度は、旧制度下の王立建築アカデミーの時代に、すでにある程度は確立され、1720年から、建築部門の学生を、毎年1名ずつローマに派遣する原則を出来上がらた。ただし当初はアカデミーが審査する大象の順位より、国王の下に置かれた。 王室建設総監の方が決定力を持ち、そのため時に実際の対象受賞者以外の人物がローマに留学していたこともあった。その後、建築アカデミーの権威が確立し、それとともにローマ大将は一種の絶対的価値を持つものと一般に理解されてくる。こうした建築学とのローマへの留学制度は、フランスの他にイギリスのソーン賞など同様の制度は、 各国で設置されている。エコールでボザール化設立されてからの1819年から1968年まで続いた旧ボザールの時代でも毎年1回模様されるローマ大賞の設計競技は最大の年間行事とも言える規模と化していた。ボザール自体は当然美術アカデミーからは独立した教育機関の形態を保っていたがローマ大賞の審査だけは アカデミーが行っていた。他に開催される設計競技は、ポザールの建築論教授が課題を決め審査の決定権を持っているが、ローマ対象だけはすべてアカデミーのプログラムに沿ってなされていた。対象のための設計競技は、基本的に3段階に分かれている。毎年3月に応募者すべてに開かれている。最初の競技は12時間以内に仕上げるエスキスで、まず応募者たちは、 コザール校舎内のアトリエ製図ネ入り取りかかる。中で応募者同士が相談するのは許されていたが、中途での外出は認められなかったという。製図ネを去るときは、仕上げたエスキスを主営に手渡し、その後審査に回される。第一次競技の趣旨は、ファサードデザインを中心とした表現能力を見ることで、全応募者の中からまず三十人が寄り分けられる。第二次設計競技は、 この30人を対象に、第一次協議から1週間以内に行われ、ここで建物全体の構成技法と表現を試され、製図棟の中で24時間以内にエスキスを仕上げる。この第二次審査によって、さらに8人の最終候補者を選び、1864年からは10人、その後本格的な対象設計協議が始まるのである。第二次審査の結果が発表された瞬間から、 最終競技が開始されることになり、提出期限7月までの約4ヶ月最終選考にこのった先鋭たちは、最終目標に向かって、ひたすら走り続けるのであるがここでエスキスの段階があり、候補者はまず、通常の設計競技と同様、製図棟で作業を行わねばならない。課題はその時点で渡されるので、この12時間が全体の構想を決定するが、これは、 最終提出図面はこのエスキスで示した構想に合致していなければならないためで、エスキスを作成した候補者たちはその後の4ヶ月、各自所属するアトリエで必死の作業を行うことになる。ローマ対象受賞者を輩出するのはアトリエにとっても名誉でもあり、またそのアトリエの核を決定する最大の基準でもあったので、あるアトリエで誰かが、 最終候補まで残ることがあれば大変な騒ぎであったという。締め切り間際はアトリエのメンバー総がかりで手伝うこととなり、大図面が次から次に描かれていったという。現に幅7メートルの立面図も残っていて、コピーなど全くない時代この作業は桁外れた労力を必要とした。一度ローマ大象を得れば、基本的には将来公共部門の大建築を委託され、 また、ボザールのアトリエパトロンの道が開け、当然、アカデミー会員に選ばれる可能性もある。そのため、学生たちはこの対象獲得のために執念を燃やした。1826年に受賞するレオン・ボードワイエは5年間、この設計競技を続け、トニー・ガルニーは6年、ジャン・ルイ・パスカルは7年、エドモンイコール・ジャン・ポーランは実に8年間も、設計競技に挑んだと言われる。 対象受賞者の年齢も従ってかなり高く、ほぼ30歳に近かった。規定により対象応募資格は15歳から30歳までとなっており、この年齢を25歳にまで引き下げた1863年の大改革は学生の反対を呼んだ。なお逆に初期のアンリラ・ブルースとルイ・リュグたちは23歳で対象に輝き、ネオグレコの運動を起こし、 また、シャルル・ガルニエも23歳で、大賞受賞で、周囲の人々の期待を一心に受けたという。ローマ大賞を獲得すると、ローマのフランスアカデミー、アコダミーでフランスロメ、通称、ビラ・メディチに派遣される。王立アカデミー時代は3年の留学期間だったが、エコールデ・ポザール設立とともに5年に引き上げられた。1863年の改革では、 一旦4年間となったが、後に5年間となる。フランスアカデミーは、第一次、第二次大戦の時期を除いて、毎年留学生を受け入れ、ローマ大賞の亡くなった今日でも存続している。近代的な交通機関の整備されていなかった19世紀半ばまでは、ローマに行けるということ自体、極めて価値あることであった。無論、19世紀末になって、イタリア旅行が、 いともたやすくできるようになってきても、5年間の日々を国の費用で古典建築研究に費やすことのできる留学生の立場は代々人々を圧倒的にしのいでいた。1846年、ギリシアのアテネにもアカデミーの出先として、エコールフランセーズダテヌ、エコールフランセーズディアテンが創立され、それ以降、ローマからアテネまで足を伸ばす留学生も増え、特に、 ギリシア本土の建築、中東の建築を見て回るにはこのイコールフランセーズ、ダテヌは良き中継点だったようである。ローマ留学生は美術アカデミーから年間の課題を課せられ、毎年一回パリにそれを送らねばならないことになっている。内容としては古典建築の実測復元研究とされていたが、テーマ自体は自ら選ぶ。 留学生からローマから送られた図面類は毎年、ボザールのメルポメーヌの間で展示、これも学校の一大行事であったが、1829年のアンビラブルーストのようにパイトムのギリシア神殿の実測研究を送ったり、あるいは1909年のトニーガルニエが古典建築と関係のない工業都市の図面を送り付けたりした時など、展覧会は大騒ぎとなったと伝えられている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。